で、ですね、失礼いたしました。共催の NPO 法人、東京臨海地域開発研究会小野寺理事長より、ご挨拶をいただきたいと思います。小野寺理事長、よろしくお願いいたします。お待たせをいたしました。明けましておめでとうございます。合気道に引き続きまして、本番のこの法要日これから始めます。今年で第23回目、ずいぶん長いこと続けたもんだなと思いますけれども、年々多くの方にこの存在を理解いただいて、お正月の風物として、かなりあちらこちらで取り上げていただいております。縁起物というこの鷹の、正月のですね、場面というのは一年を祝う、何かの兆しをつかんでいただけば大変嬉しく思います。朝はですね、毎年そうなんですけれども、午前11時の部と、それからこの2時の部と、2日3日4回行って、約1万人を超えるお客さんたちに見ていただいております。これもやはり20年以上続けてきた、継続は力なりというようなところだと思いますけれども、午前中ですね、右側に電通さんの今ちょっと光がついているところ、太陽が光ってますけども、そこの250メーターの上からですね、鷹を飛ばしました。ぜひ来年はですね、来ていただくとしたら午前中来ていただくと、また違ったものも、ご覧になれると思います。例年、今年はですね、私23年続けている中で一番、面白かったと言いますのは、この浜離宮公園7万坪ぐらいあるんですが、この中に野生のカラス、その他の鳥もおりますが、タカ、トンビ、ハヤブサ、そういうここに野生化したものもおりまして、飛んでくるとそれに対して、一斉にですね、飛び上がってきてスクランブルをかけてきます。先ほどの場合ですと、やっぱり50匹以上ですね、びっくりするぐらいの数が一気に寄ってきまして、そのタカを、最初はタカがカラスを追っかけてたんですけど、そのうちに数が多くなってくると逆になりまして、いいところまで上がってきて行ったんですが、スーッと来てやっぱりカラスに囲まれて降りられなくて、この先の中之島の池の方に一旦、降りたのを、迎えに行って連れてきました。時にはですね、この27年間この電通から上がった時に風に追われて裏側に抜けますと、もうここが見えないんですね。そうしますと六本木ヒルズぐらいまであっという間に流されていきます。そうするとなかなかもうここに戻ってくることができなくて、待ってる人たちもがっくりということで、次の日の新聞にですね、鷹が逃げたというのは新聞を飾るんですけれども、今年はなんとか逃げたというよりも着陸にちょっと問題があったというところでございます。ぜひこれから約1時間鷹の法要日を見ていただきながら、また終わりましたらば、どうぞ鷹が皆さんの周りに回りますので、一緒に記念撮影その他していただきながら、また何か質問等があったらば、そこでしていただくのもよろしいかと思いますので、どうぞ遠慮なく、進めてください。それでは、お待たせいたしました。これから、2015年の新春、法要日最後の部になりますけれども、お楽しみください。ありがとうございます。小野寺会長、ありがとうございました。
それでは改めまして皆様、新年明けましておめでとうございます。本日は新春恒例となりました法要日実演会にお越しくださいございます。こちらの浜離宮